はい、皆さんどうもこんにちは。バリトル番組方、堀です。カイリです。はい、今回はね、ビーチウォークということで、360度動画でね、バリ島の最新なんですか、最新のショッピングモールですね、中をうろうろしようかなと思います。はい、360度動画なんでね、あっち見たりこっち見たりしながら、皆さんと、まあ、10分いかないぐらいね、どうしようかなと思います。さあ、行ってみよう。はい、今僕最初いたのがクタビーチですね。クタビーチの目の前に、ビーチウォークがありまして、入り口はこんな感じ。はい、ここね、セキュリティチェックあるんでね、出しましょう、皆さん。はい、はい、あと一応ね、なんかチラッと見るんですよ。はい、行きましょう。そうそう、あの砂だとあそこで一回洗わなきゃいけないから、あれいいよ、皆さんね、洗いましょう。なんかこんな適当だったっけ、360度コーナー。嘘、違う、まあ、一番いいよね。そうそう、でね、まあ、いろんな人がいるよね、いろんな人種の人がビーチウォークが集まるかな。そうですね、まあ、観光客がとりあえず来るからね。来るね、とりあえず来るね。バリ島来てここ来ない人いるんかな。まあ、初めてだったら初めてだったらないんじゃないかな。みんなそうだよね、とりあえずね、一回ね、両替もできるし、下で両替もありますし、スーパーもあるし、そうちっちゃいね。まあ、洋服屋さんですかね。これ新しくできたよね、キャンディー仕様。キャンディー仕様、バリタール、キャンディーがうめえっていう話な。そうそうそう、キャンディーやゴーゴーみたいな話。キャンディーやゴーゴーみたいな話。なんだろうね、日本でも見るような、ファストファッションブランドがちらほらあったりしますね、はい、これでどうする、ビーチウォーク協会って言ってるのに、はい、H&M で買い物するっていう。ちょっと待って、ちょっと待って、バリの H&M こんな感じです。なんか見てたんだね。なんかここでたまにさ、真ん中のやってるよね。やってる、いろいろやってる。なんかレゴンダンスみたいなのやったり、ガムランやってたり。それこそ DJ が音楽流してたり。そうそう、夕方から夜にかけてやってますね。あ、これがもしかして有名なジャーニーロケット。ジョニーだから。美味しいらしいよね。あれジャーニーじゃないんだ、ジョニーだから。ジョニー。読めないんだ、あなっちゃうの。ハンバーグがね、でかくてうまい。サンダルが。サンダル？うん。あとここトイレありますね。綺麗なトイレをバリ島で見つけるならショッピングモールですよ。そりゃ。ビーチウォークの中でも綺麗だ。あとあそこにね、さっき見つけたんだけど、テレコムセルの左手が、テレコムセルの店があって、販売ブースみたいな。SIM カードね。そう、SIM カードを変えたりね、個人情報の保存もできます。はい。とりあえずみんな一回ビーチウォーク来たら両替できるし、SIM カードも変えるし、そうだね。何でも OK。あとはバスとか。ああ、バスね、クラクラさんとマイマイバスね、マイマイバスも。買い物っていうと、ショッピングモールだから買い物っていう。そんな買ったことないから、それこそザラ H&M ぐらい。そうだ、洋服買うぐらい、はい、立派なショッピングなんだけど、まあでもその2つぐらいかなみたいな。あとこれは、こちらは流行りのあのチャタイムさんですね、はい、今流行りの大人気でしたね。大人気、美味しい、日本にも最近できてきてる。夜も遅くまでやってんだよね。10時ぐらいまでやってるよね。あとあのビーチ沿いのレストランもあるからね、面白いよ。面白いっていうか、あそこ絶対とりあえず一回テンション上がるやつだね。夜も怖くはないよね、この中は。初めて海外来て、全然全然怖くないっすね。そうそう、変なやつもいないし。飯はたまに来るな。ああ、たまにね。
ラーメンか寿司系か。やばい、富豪みたいな存在がたまに。なんかライブ配信みたいな。そうね。一方的なライブ配信。これみんな360度くるくるしながら見れる。はい、くるくるしながら見てください、ね。面白いかもしれない。あ、こっちからこうでいいんじゃない？はい、あとこれかな？ビクトリアシーシーって最近改装されてね、めちゃくちゃ綺麗な、日本の人でたまにいるよ。ビクトリアシーってどこですか？はいはい、はい、ビクシーね。ビクシーはベンチオフス。何回かやったことあるんですよ。まあ俺何屋さんだか知らないよ。俺もよく分かってない。パンツだよ。そう、何屋さん女性もんのサムシングがあるベースのここまで女版みたいな。あ、そういうこと。じゃあみんなとりあえず一回ここ来たい。楽しいんだよ、女の子は。よくしてもあるな。何の回で会いましょうか。じゃあ分かんないね。何か面白いことあると思いますよ。はい、ぜひあのFacebook、Instagram、Twitter などもやってるので、はい、こちらも見てください。はい、そうですね。インスタフォローしてください。あの今年1万人目指してるんで。